はい、皆さんこんこ、えー、今回はですね、ブランドを成功させるコツ、これを伝えたいと思います。はい、とは言ってもね、僕はまだブランドを成功させていない。だがしかし、もう成功させるコツが分かってしまったんですよ。だから、もうあと時間の問題です。時間の問題なんで、ここにその証拠を残しておきます。これは成功するだろうって思ってるから。はい。まあこれ何個かありましてね。 簡単に言うとブランディングといや物とマーケティングいいものを作っていいマーケティングができればブランドって成功しますはいまあ当たり前なんですけどまあちょっと細分化していくとまずいいものこれですね僕はこれまでのねブランドを作ってきたんですけどまあこれもその一つなんですけどこの QR コードブランドねでもこれは 成功しなかった。なぜか。物が良くなかった。うん。あ、なおかつマーケティングも良くなかった。全部ダメだった。まずね、良い,いもの。これを細分化していくとね、フロントエンドとバックエンドに分けることができるんですよ。これどういうことか。物っていうのは表面的な、こういうデザインあるじゃないですか。これをフロントエンド。そしてバックエンドっていうのはコンセプトですよね。 どういう世界観のどういうコンセプトのブランドなのかこれはアイテム群で考えなきゃいけないんですよそしてこの表面的なデザインこれは一つ一つのアイテムで考えなきゃいけないこれをまずどっちかしかできない場合が多いんですね例えばこのブランドの場合だとコンセプトバックエンドしか考えてなかったんですよでデザインがこれもうクソでしょそうなんか もうパッと見た目であこれ魅力的って思うのがフロントエンドなんですよだからフロントエンドが良くないとバックエンドすら見てもらえないんですよで逆にバックエンドがダメだとファン化しないんですねそうフロントエンドでこの完全デザインだけみたいなそのシーンで売ってるみたいなそういうやつってまあ一発目は買う可能性もあると思うんですねそこは認知されるんで 広告で例えば広告売ってもパッてデザインが良ければやっぱ立ち止まるじゃないですか立ち止まってまあ買うかもしれないでもそれって忘れされるものなんですよそこでバックエンドコンセプト世界観が必要なんですよファン化させるためにはだからどっちもかけちゃいけないもうフロントエンドで広告とか打った時に認知を獲得してそこからバックエンドのコンセプトでファン化させるこれ 両方を達成してていいいるももののがって僕は思ってます、はい、でじゃあ逆にいいマーケティングこれは何かっていうとですねまあブランディングとプロモーションに僕は分けれると思ってますねまあ言ったらこれもプロモーションがフロントエンドでブランディングがバックエンドみたいなところあるんですけどあのまずプロモーションですねフロントエンドのこれはまた2つに分かれるんですよ広告とオーガニックコンテンツ はい、この2つがありましてねあのまず広告これはもうめちゃくちゃ単純で例えば1日3000円使って3000リーチさせてそのうちの例えば1人が買ってその粗利率が、えーまあ、1万円の商品のあ利率30%で例えば3000円くらい、あのー、返ってきてそしたらもうプラマイゼロ、まあ、利益ゼロじゃないですか、あのー、いやちょっと ちょっと今適当に言いすぎましたねあのまあ、広告3000円分打つじゃないですかでそしたらまあ、1個商品が買われてそれの利益が3000円だとするとまぁ、あ、そ,それを広告費でも使ってるので利益ゼロじゃないですかまあ、これが広告なんですねだから広告費も原価とした上でさらにそこに利益を上乗せしてあの儲けていくっていうでもねほとんどのあのファッションブランドってやっぱりね 要するにブランドってフロントエンドとバックエンドなんですよ。フロントエンドで何かを知ってもらう、まあ、広告とか、まあ、自分がリール動画を作成したりとかあの、まあ、投稿を作ったりとかしてそこでフロントエンドで認知させてバックエンドの商品を買ってもらう、まあ、全てのビジネスにおいてこの2つが重要なんですけど。あのその上で やっぱりフロントエンドの認知にお金をかけちゃうと利益が残んないんですよねだからこそこのフロントエンドのコンテンツをオーガニックにしないといけない自分たちで作らないといけないんですよそこで例えばショート動画とかインスタ運用でまああのインプレッションをいっぱい獲得するとかあとはもしくはファン化してて大量のファンがいてもうリピーターだけで成り立つような仕組み作りをするとか そういうふうにこのフロントエンドを工夫しないといけないんですね。利益。利益を上げるために原価を落とせるように。広告に頼ってちゃ、あの、本当に不安定なブランドになるんですよ。そう。で、あの、じゃあこれどうすればいいかっていうと、まあ、最終的には、まあ、ファンをめちゃくちゃつけ,つけまくって、リピーターだけで利益が出てくるあのような仕組みにしていけばいいと思うんですけど、まずは、 広告を打つべきなんですよなぜなら本当の初期の初期ってもう誰にも知られてないわけですね誰にも知られてなくてアカウントも成長してないつまりやっぱり例えばインスタグラムとか TikTok とかのプラットフォーマー側から見てもそのそのアカウントで出したオーガニックコンテンツがやっぱいいかどうかわからないのでめっちゃインプレッション広がるってことはあんまりないんですよ大前提ね だからこそ最初は広告を打って認知を増やすでさらにそこで重要なのがそこで需要も確認していく例えば3000の広告打ってまあ商品が売れると売れていってで3000分の利益が出るこれだと丸なんですよこれになるともう言ったらどんだけレバルジをかけたとしてもあのー、赤字にはならないのでねそうだから まずここで広告費を賄えるほどの利益が出るものかっていうものをあの検証するんですよ、この広告で。で、広告で検証できたら、それは要するにも広告をオーガニックコンテンツに変えて在庫を抱えて、あの、まぁ一回赤字を掘って、その後に利益が出るようなモデルにすればめっちゃ原価下げれるんですよ。だからまずここで 検証すすることが必要なんですよ、まあ、可能であれば受注生産であの広告を使ってそれでもあの赤字にならないかこれが重要ですこれを検証するのが重要でそれを検証したら次にそのまあ要するにアカウントも結構成長してきてる,来てるってことなんで次はその広告をオーガニックコンテンツに変えていくこういう作業をしますでここで重要なのはもう完全クリエイティブですね 広告,広告クリエイティブっていうか、オーガニックコンテンツのクリエイティブ。これをどれだけこだわれるか。ショート動画とかね。だからそういうのを、競合のショート動画とかを見て、どういうものがいいのか。そしてブランディングをどうやったら崩さないようにできるのか。で、これが大事ですね。で、まあ、マーケティング。いいマーケティングのもう一つ目は、あのブランディングが必要なんですね。で、ブランディングは、あの、結局このオーガニックコンテンツで獲得した、 新規顧客っっていいいうのはやっぱリピータータにしななきゃいけないわけわですねブランドなのでそこが強みなんでねブランドのだからこそリピーターにするためにはブランディングが必要なんですよでブランディングって何かっていうともう世界観なんですね世界観を重視してこう、まあ、それこそオーガニックコンテンツを作ったり投稿を作ったりとかショップのあのー、まあ何て言うんだろうな価格帯とか、まあ、アイテムの写真とか、まあ、そういうものをこうもっともっと こだわっててっててていいいくく詰め磨きんでうそこができたらブランディングができてリピーターあとあれですね顧客体験を発想した後の何から何までを全部をあのもっともっとやっぱりね顧客ファーストになっていくそういうことをすることによってブランディングができてリピーターもできてそこでまあ初めていいマーケティングができていると言えるんですねはいそれでいいものといいマーケティングこの2つを作ります で、これできたら、もう成功するんじゃないか。そう思うでしょ、そこのあなた。でもね、そんな甘くないんですよね。うん。やっぱものづくりっていうのはね、ビジネスにするにはね、キャッシュフローがめちゃくちゃ大事なんですよ。僕も今そこで苦しんでるんですよ。あのね、例えば、広告をバンと打って、3000円分打って、3000円分利益が上がるとするじゃないですか。そしたらもう、まあ、理論上は、もう10万円打っても100万円打っても、 10万円100万円の利益が上がってくるのでもう拡大めっちゃできるんですよもうあの本当に3000円分の広告費で3000円の利益が上がるってことだからね広告費分の利益が出てくる場合拡大理論上はめちゃくちゃできるんですけどキャッシュフローがやっぱ難しいんですよね要はこれあの構造上ね、まあ、まず物を作るじゃないですか お客さんにに売る前,に当,たり前だし当たり前ですけどあの売るものがないと物って売れないんでねまず作るじゃないですかで作る時に費用がかかるわけじゃないですか例えば1つの服を作るのに34,000円かかるじゃないですかで34,000円をかけて作ってで注文が来るわけじゃないですか注文が来たら例えばそれが56,000円とか7,0008,000円で売れてでその7 000, 8 0 0 0円っていうのは 一回ショップに振り込まれるんですね。例えばまあベースとかショピファイとか、まあ自社 EC 持ってるスモールスタートの人なかなかいないと思うんでね、まあベースかショピファイとか、まあストアーズとか、そういうところに振り込まれるんですよ。で、さらにこっちは、やっぱインプレッションを獲得するために広告費も打たなきゃいけないじゃないですか。広告も例えば1日3000円。で、えー、一つの、まあ、じゃあまず広告費1日3000円。 3000円売ったら1個売れましたとそしたらアイテム3000円で作らなきゃいけないじゃないですかつまり6000円かかるわけですねで、えーまあ、そのアイテムが8000円で売れたら、まあ、2000円の利益なはずじゃないですかでもその8000円っていうのは1回あのショッププラットフォームに振り込まれるとつまり自分のところには来ないんですねこれ月末にならないと来ないんですね まあ月末、うんまあ、振り込まないと来ない自分の口座にで、あのーまあまあ、もうちょっと、あのー、突っ込んだ話をすると受注生産の場合って、まあ、12週間くらいかかるんですね作るのに作って発送するのにで発送されないとあの売上計上されないんですよだから12週間たってやっとその8000円は売上に計上されると。 でそこからようやく振り込もうと思えば振り込めるっていう状態になるんですけどあのこれつまりどういうことかっていうと例えば広告を一気に10万ボンって使ったとしてもそれで商品が、まあ、10万円分の利益とかを出せたとしてもあの振り込まれないんですよね一時的に一時的に短期的にはまあ わかりやすく言うと月末にならないと帰ってこないんですよだから次の商品を作ったり次の広告を打つ費用がなくなるんですねそうだからこそ例えばもう手元に100万円くらいないともうレバレッジかけれないんですね広告でそうそこがやっぱそのものづくりをビジネスにするっていうキャッシュフローの難しさ これをね、あのーまあ、どうにかする必要があってですねまあこ,うんここはねちょっとまだ答えが出てないんですよね僕の中でまあ,あのガチで利益しか出ない100%黒字になる広告打っても利益しか出ない100%黒字って言うんだったら借金してもいいと思うんですよ実際50万100万くらいは。 それでてか、借金するんだったらもう在庫抱えたほうがいいですね、そしたらもっともっと利益出るんで、あのなんですけど、まあ、やっぱまだ、その例えば本当に3000円の広告機かけたら3000回収してぴったりゼロにしかならないっていうちょっと危ない走っていうんだったら、まあ、借金しようにもやっぱ踏み切れないじゃないですか、そこでリスク取ったとしてもね、あんま意味ないんですよね。もっともっっとと 角度上ってなった時に、ってなった時に僕は YouTube の収益を使おうと思ったんですよ。そして、まああの、ちょっと微妙、微妙な、微,微妙になってなったんですよ。まあ、詳しくは1個前の動画をご覧ください。あの、ということでね、その、まあキャッシュフロー問題でレバーチをかけれないっていうところに関しては、僕はまだ解決できてないですね。ただ やっぱりいいものを作っていいマーケティングをするこれができたらもう確実に売れるんですよ本当にちなみに僕はあのまだブランドを立ち上げて20日くらいしか経ってないですけどあのもう今んとこ売り上げ12万円いってるんですよそうでしかもその20日のうちの最初の15日間くらいは 売上はもう本当に 1, 万とかだったんですよでもそこからまあいいマーケティングをし始めてからまあ、いいものは作ってたんですけどいいマーケティングができてなかったんでそこからいいマーケティングをし始めてからもう5日6日とかで10万円くらい売り上げたんですねだから本当にあのマーケティングって大事ですね特にまあ広告運用やっぱりねなんか まあちょっと話逸れるんですけど広告運用の受託してる人やっぱ稼げるだろうなって思いましたね、うん、なんかレバレッジかけれるんでねしかもそのクライアントの商品がいいものであったらやっぱどんどん売れていくわけじゃないですかでまあ利益が出るってことは広告費をもっと増やせるしかもそのクライアントがお金を出してくれるからキャッシュフローの問題もあんまりないとしかもこ えとクライアントの予算でやるんで、まあ、その予算内の最大を出せばいいわけでそこでレバレッジをかけまくって広告費を10万20万30万100万とか出してってそこであのもっと利益が出るわけじゃないですかでその利益出た、まあ、10%20% とかをいただくっていう形を取ればまあ普通にねあの儲かるんだろうなっていうふうに思いましたね、うん、でも僕はねそ,そうそれは思ったんですよなんで じゃあ自分はそれやんないのってあのぶっちゃけ僕も広告運用勉強したりとかあの、まあ、どっかの企業にインターンに行ったりとかで、まあ、情報を盗んでその情報を使ってあの広告運用の受託ビジネスを始めれば、まあ、稼げそうだなって思ったんですけどでもやっぱねそんんななことに時間費やしてる暇はないんですよ、うん、僕がやりたいし向いてるっていうことはね もう自分のこの視点とか感覚とかこういうものを通してあのものを作ることなんですよオリジナルのオリジナルのものを作ってそれをいろんなブランドでやっていくいろんな観点のまあ商品を作ってでいろんなブランドでやっていってそのブランドすべてをあのまとめて一つのグループ会社にしてで あの日本一面白いプロデュースデザインの会社を作りたいんですよ僕はしかもそれは僕が向いてることだと思うんですねそうだから受託なんてやってる暇はないんですよそうだからえー、今ブランドを作っているということでございますねはいということでねあの、まあ、本,本日はねえー、何だったっけなブランド立ち上げのコツ みたいな。はい。そんなテーマでお話ししました。ご清聴いただきありがとうございました。